ぶりまたはいじめは知っていますか？いじめ。いじめは知ってますか？知ってますよ。知ってます。知ってます。ぶりまたはいじめは知っていますか？どう思いますか？悪いことだと思うよ。そうですね。どう思いますか？ダメダメだと思う。そうですね。いじめられたことがありますか？ないですよ、ね。ないです。もし自分がいじめられたらどうしますか？する。ちょっとあります。どんないじめですか？虫とか。口を聞かないとか。その時どうしましたか？先生に相談した。先生、いいですね。もし家族とか友達とかいじめされたらどうですか？どうしますか？話を聞いてあげる。そうですね。先生とか両親とか助けてもらいたい。何も言わん気がする、一人で抱え込む。一人で、はい、すごいですね。もし家族とか友達とかいじめられたらどうですか？どうしますか？どうやろ、助けるかな。そうですね。た人に何か応援とかメッセージとかありますか？先生に相談してくださいとか。そんな感じですね。最後です。いじる人に何か伝えたいことはありますか？ダメなことだと気づくこと。以上です。ありがとうございます。あ、応援か。明るく生きよう。最後です。いじめる人に何か伝えたいことありますか？いじめる人か。ダメですね。そうですね。ありがとうございました。恋のプログラム。